ケイさん、ケイさん起きて、動画撮るよ。ケイさん、ケイさん、ちょっと暴れないで。ケイさん、ね、うわー、起きや。あの、5年間やってきたじゃん、YouTube、俺ら、うんうん、初めてだよね、俺だけっていうの。そうだよ。すごい試みで一大プロジェクトだ。大丈夫、大丈夫、回すから。いや、それそうのあるんでしょ、なんか。ありますよ、あるよね、持ってきますよ、まあ、回してくださいよ、まあ、まあ任せましょう、じゃあ、はい、怖いですけどね。はい、ということで今日は僕と京平さんの2人でサブちゃん撮ります。一大プロジェクト。いやー、これはもうすごい。初めてですよね。京平さんのモノマネ練習会。モノマネできないってだから練習会なんです。あ、そういうこと。はい、まあ僕もね、いじられてますけどやってます。タモさんもやってますね。みんなこれは一体どういう状況で。モノマネを練習しようじゃないかと、このサブちゃんで。うん、何してんの。え、は、肌荒れ気にしてんの。肌荒れ気にするの、うん、肌荒れ、肌荒れ気にするの。鏡にやってこれ。もうどんどん振っていってよ。なんか奇跡が起こるかもしれない。そう、何かが生まれるかもしれない。奇跡が起こるかもしれないからね。そう、じゃあいくよ。はい、工藤新一。俺の名前は工藤新一。本当にやる気ある、はい、やる気あるよ。今マブだったよ。マブだった。ああ、本当に。ちょっと待って、じゃあごめん、ちょっと悪かった。俺形から入るタイプだったわ、こんな探偵。いや工藤、いや俺形から入る。金田一かお前。犬神家に出てる金田一だよ、こんな帽子かぶってるの。よし、それで入れるの本当に。ああ今でもやめて、入ってるから今気持ち。じゃあ OK、 言わないで、いちいち。じゃあいきますよ。じゃあ金田一お願いします。金田一なの。金田一じゃねえ。金田一じゃん。もう帽子に引っ張られた。完全に帽子に引っ張られた、ごめん。俺の名前は工藤新一、高校生探偵さ。手応えはないよね。手応えない。手応えないね。手応えないか。なるほど。そしたらじゃあ次、うん、ミッキー。ああ、僕ミッキーだよ。あ、まあ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 、いいんじゃないこれ。まあ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 、僕ミッキーだよ、ミッキーだよ。君のハートをわしづかみ、君のハートをわしづかみ、君のハートをわしづかみ、なんつって。あ、いいんじゃないこれ。いいんじゃない。ミッキー、これ書いていい、メモしていい、もう恭平、恭平モノマネリストにメモしていい、もう。別にメモしてもいいけど、これいけるでしょ、うん、今手応えはあった。自分でいけると思うなったらいいんじゃないですか。じゃあミッキーって書いてくわ、ミッキーって。本当に書いてる。じゃあ次、じゃあディズニーつながり、プーさん。あ、ちょっと一回予習し、プーさん、YouTube で。はい、じゃあ YouTube で予習できましたので、それでは今日さん、プーさん、お願いします。はちみつ食べたいな。はちみつ、え、お腹が減ったぞ。はちみつ食べたいな。これやめよう。これ違うわ。ローさん、お願いします。トラファルガーね。はい、あ、これかぶった方がいいよ。あ、それこそじゃんな。そうだ、それこそ形。あ、来た、降りてきた、トラファルガーが。俺マジで、あ、来た、神谷さん降りてきた。俺と同盟組まねえか。ルーム、シャンブルズ。うわぁ、あー、腕が、あー、ドフラミンゴ、腕が。3点。ちょっとこれはあれですよ、ちょっと見本見してくださいよ。じゃあさすがに、それはいきますよ、どうぞ。おい麦わら屋、ルーム、シャンブルズ、うん、タクト。なるほどね。うん、何点ですか。100点。おお、マジ。嘘でしょ。そんな絶対嘘やん。言い過ぎやんそれは。完全に。逆になんかさ、やこれはやりたいなみたいな、ちょっとできるようになりたいみたいな。ああ、お前知ってるかな。チュイおい、かやま、なんでこのゲームを作った。これです、わかりました。まあ、遊戯王だろうな。ああ、全然違うわ。違うの。ああ、かやばって言ってない俺。かやばって言ったの。あ、かやばっつった。ああ、まあ分かった、もう続きを見せようか。うん、あ、続きあるの、ね、別バージョン見せよう。あ、オッケー、同じ人物の。あ、オッケーオッケー。シュイーン、シュイーンって入るの絶対。ユージは俺の親友だ。ユージを汚すやつは俺が許さねえ。テリプリ？違う。え？バカじゃねえの、お前。ユージ？うん。ソーダートオンライン。うん。でも、緊張するね。
いや、知識不足とかじゃないじゃん。緊張する。緊張すんの？緊張するね。何に対しての緊張してんの？緊張すると、うん、なんかセリフを忘れるね。あ、なるほど。一回だから言われたらもう予習します絶対。そうしましょう。なるほどね。予習しましょう。予習する。予習しましょう。予測。予習だ。もう絶対予習するでした。もうセリフやっぱセリフが違うとやっぱもう違うじゃん。それはもう。あ、もうセリフをもう完璧にコピって、うん、そっからだと思うんですもうやって。ほら完璧。来た。これ来たよ。皆さん注目ですこれ。いきますよ。巨兵のソップ。どうぞ。俺には8000リル文化がいる。でもね、ちょっと改良したらいけそうな気がする。あ、ちょっと道はある。道はあると思う。道はある。今までの中で一番道がある。あ、道あるこれ。道がある。道屋さん系は結構得意ってね、前ね、言われた。あ、多分個室だろうね、この高い。そうそうそう。バツ！ほら。麦わら！ほら。あ、ほら、わかる。ピーカね。そう、ピーカ。さっきはレックス、次ピーカ。ほら、似てるでしょ、俺。まあまあ。麦わら！ピーカだ！あー、わかるわかるわかる。あ、ピーカが一番似てるわ。で、ピーカ似てるでしょ。ピーカが一番似てる。ピーカ似てるでしょ。ピーカが一番似てる。そう、やったあったあったピーカが通じるかはわからん。あ、そうね、もっと振っていこう。だから誰でもいいよ、もう誰でも。三谷さん系で有名なの？いや、三谷さんじゃなくてもいい。三谷さんじゃなくていいよ。とりあえずわかった、三谷さんは似てるってことは今わかった。わかった、じゃあスネーク。こちら、スネーク。聞こえるか？待たせたな。はい。完璧です。完璧です、ね、これ。スネークかって言われたらスネークではないです。あ、ではない。ただ、ちょっとね、ロー気質。あ、俺スネークを意識したらローなんだ。ちょっとローによった。あ、そうスネークじゃなくてちょっとローによった。あ、そうなの。あの、ちょっとね、曇ってる感じ。曇ってる感じ。待たせたな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 。ああ、確かに。ちょっと寄ってる。スネークではない。待たせたな。今何誰誰今。じゃあちょっとたまには俺からも振らせてよ。いやだってこれ京平さんの練習会だよ。うん。ちょっとねえ、飽きちゃうでしょみんな。ルフィやってみるじゃん。海賊誰だよ誰だよ今の。海賊王に俺はなる。あ、0点だよ。0点だよ普通に。全然似てない。海賊全然似てない。海賊王に。え、ウソップじゃない今。あ、待って待って、じゃあちょっとそれお同じテンションでちょっとウソップ言ってみて。俺には8000の部下がいる。ちゃんと違うな。いやいや、でも道はあるぐらい。道はあるね、光が見えた。ゴビーン、これあのウォーターセブンの時にゴビーン。え、結構それ光あるよ。まあまあ光あるゴビーン。俺には8000人の部下がいる。それこそ工藤新一でよ。あ、でもちょっと今あるよ。坊主、俺は工藤新一探偵さ。ああ、いや、もう分からずもないみたいな。まあ45点ですよ。あ、45点。あ、でもまあまあ高い。まあまあ高い。割と、まあまあ高いよ。磨けば光る原石タイプや。よっしゃ、原石。はい、どんどん行こう。ちょっと上がってきたよ。はい、エース。エース、次会う時は海賊の高みだ。軽いね。え、でもこの、もうちょい重みが欲しかったね、エース。もうちょい重み。おい、おい、おい、ルフィ。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 次会う時は海賊の高みだ。ああ、まあまあまあ、うん、なんかリボンね、意外と見かけば光るタイプ。それが多い。黒ひげ。黒ひげ。ゼルハハハハ。人の夢は終わらねえ。ああ、80点の来たもんまで。でも男の人は黒ひげやりやすいと思うよ。ちょっと俺やっていいじゃん。いいよ。じゃあ黒ひげ。ゼアー。俺の夢は終わらねえ。俺の夢じゃん。人の夢か。俺できなかったわ。なんか多分高いんだよ。低いの無理だよ多分。俺高い系のままできるんだから。うん、高い系しか無理だと思う多分。低い系無理だよ多分。豚ゴリラ。豚ゴリラ。あ、うおー、似てる。来た。とんがり似てる。豚ゴリラ。あ、似てる似てる。ってことで皆さんもモノマネを極めてみたら本人になれるかもしれません。なれね。信じるか信じないかはあなた次第です。いいいいいい、そういうのいい。やんなくていいの君は。なんで？君違うじゃん。何が違うの？やるのターボでしょ。君違うの。見たくない、お前のそれ。あ、なんか見苦しい、すごい。
俺の名前は工藤新一、高校生探偵さ。信じるか信じないかはあなた次第。